ビバント考察、松坂通りクロスが、別っの裏切り者、説から逃れられない6つの理由。二宮和成残ると、凶暴、クーデターも。以下、ビバント第8話までのネタバレを含みます。クライマックスに向けて動き出している、堺井正人49、主演の超大型日曜劇場、ビバント TBSK。本作は、 自衛隊の影の情報組織、別ンの一員であるのに描かれる、半沢直樹で演出を務めた TBS の福沢勝夫氏が原作、監督を手掛けるオリジナルドラマ。第7話では野木が別ンを裏切り、野木と二人でテロ組織、テントに捕らえられた別ンのクロスハヤを、俺がお前を殺してやる、と、野木に殺意をにじませる展開が描かれた。 乃木はテントの創設者のゴーンべき役所工事67がジップの儀宅だと知り、どうしても会いたかった。そのため、テントとの接触作戦で別班のメンバー4人を銃殺しクロスも肩を狙撃されてしまった。しかも、第8話では乃木が本当に裏切ったことを証明するために、テントの指示通りクロスを銃殺しようとする姿まで見せました。 クロスが起こるのも当然なのですが、父は仲間を殺害するというのぎの行動があまりに短絡的すぎる。さらに複数の描写から、ここまでが別班の計画通りで、真の裏切り者はクロスなんじゃないか、という説がかなり言われていますね。テレビ誌編集者以下どう。視聴者に疑われている二宮和成40。 とクロスが何らかの共犯関係にあるのではないか、という説だ。複数の理由があるが、最大の根拠とされているのは、残るの性別とべきの過去を知っていたという点である。第七話では、別っのメンバーが残るについて、以外の情報がほとんどなかったにもかかわらず、べき<何>の息子という可能性もという同じ別班の熊谷和樹、西山淳25、 の問いに、その可能性もあります。と、性別について否定していなかった。また、同会議では考えられるのは、公安が何らかの事情で父、野義拓を見捨てた、と語ると、クロスが、家族を殺された分、恨みが倍増しますね、と同意していたが、この時点でクロスは拓の際、アケミ、高梨林、34。 について詳細を知らなかったはず。クロスという家族も殺された分、左のぎが母の確かな生死を知ったと言い詰めた時クロスとはモニター切った後の会話、公安と君の認識も死亡。でも殺されたと認識なんでクロスはのぎたくの家族が殺されたって思ってるのといった声が SNS にも多く寄せられているのだ。